サムエル・ワンジル、サムエル・カマウ、ワンジル、サムエル・カマウ・ワンジル、1986年11月10日から2011年5月15日は、ケニア出身の男子陸上競技選手、長距離種目。2008年北京オリンピック、男子マラソン金メダリストで、ハーフマラソンの元世界記録保持者でもある。日本の高校へ留学し、日本における、 陸上競技選手とししても活躍した。マラソンでは、スプリントの切れ味で決着をつけるタイプではなく、長いスパートを自ら仕掛けて、レースを動かし主導権を握るのが得意なスタイルだった。ワンジルは1986年に、ケニア中央州にアフルル市のオルカラウ町に、キに、ユ族の子として生まれた。幼い頃に両親が離別したため、母のハンナ・ワンジル、ハンナ・ワンジルと、 弟のシモンジョロ、サイモン・ジェロージとの三人暮らしであった。子供の頃から走ることが大好きで、標高2000メートル超の自宅環境により、心配能力は自然と鍛えられた。6歳になって自宅から30キロメートル離れたギトゥングリ小学校、ギシングリープライマリースクールに入学。しかし、狭いトウモロコシ畑に頼るだけの一家の生活は大変困窮しており、 ワンジルは昼食を持たずに、裸足で通学し、教科書を買うお金もなく、わずかな授業料を払うことも、ままならなかった。貧困により小学7年生、ケニアの学生は8.44の時には小学校を中退して待った。8歳の頃には小学校の運動会で抜きんでた成績を得ていたワンジルであったが、本格的に陸上を始めたのは小学校を中退した頃である。 当初は自宅で練習していたが、ワンジルの実力はミリジョークラブ、ミューチュアルフェア・エクスチェンジェース・アスレチックスクラブのフランシス・カマウ・フラスカマウコーチの目に留まるところとなり、同クラブで練習するためにワンジルは単身郊外に引っ越した。ミリジョークラブは、ニャフルル市郊外のトムソンダキトムソンホール付近にあり、標高3000メートル前後の公標広域に練習拠点を置く。 長距離選手に特化した陸上クラブである。カマンコーチの下でトレーニングを積んだ結果、2000年にケニア西部の町、キスムで開催された全国小学生陸上選手権の1万メートル競争において3に入り、ワンジルの才能は広く知られるところとなった。しかし、クラブの会費を払えなかったワンジルは、やがてクラブを辞めることを余儀なくされた。キスムで、 ワンジルの才能を認めた他のクラブの数人のコーチがワンジルに興味を示したが、いずれのコーチもワンジルを養うことは不可能であったため、ワンジルは実家に戻ることとなる。母と弟との石品の生活に戻ったワンジルであったが、キスムデであった他の選手が練習拠点にしているというオルカラウ町から1 0 0トルほど離れた町、ニエギにあるケニア。 山高所練習キャンプの話を思い出し、同キャンプを主催するステファン・ドゥング、スティーブン・ンドン・ユーにキャンプへの入隊許可を請うこととした。ヒクユ族の監修では、母子家庭の母が単独でこの人生を左右する、決定おることは許されていないため、ワンジルの母方の叔父であるジョン・ムヒア、ジョン・マウィーヘアが、後見人となり、ムヒアがワンジルを連れてニエリのドゥングの下を訪ね、 ワンジルはそのままキャンプへの入隊を許された。この際に、ムヒアは当面の練習費として、砂糖と米 1kg ずつを工面してくれ、会見の際に、ドゥング氏に収めた。2、エリのキャンプでの練習により、ワンジルは地区の大会で、次々と優勝を重ね、ニエリのヒーローとなっていく。またドゥング氏は、ワンジルの才能を海外へ羽ばたかせるべく、スポンサー探しを始めこととなる。 2002年はじめに、ドゥングは、ケニアを拠点に、陸上選手のプロモーター活動を行っていた、小林俊一に、ワンジルを紹介する。スポーツジャーナリストであった、小林俊一は、長年のケニアでの活動で、ケニア陸連と太いパイプを持ち、ニャーフルルに拠点を置く、陸上チームの運営にあたり、日本に50人近くの選手を送り込んだ実績のある人物であった。前後して、 ワンジル自身も、すでに、仙台育英学園高等学校に、駅伝要員、スケ人トとして留学し、日本での練習で成績を伸ばしていたサムエル・カビルと、話をし、日本留学を希望するようになる。そして、日本への留学生の選考会を兼ねた、クロスカントリー大会で優勝し、ガル高校、ムガル接近デリースクールを経由して、仙台育英高校への留学をつかみ取った。 当時のワンジルの実力は5000メートルを14分06秒で走るという15歳としては驚異的なものであった。2002年4月仙台育英高校に入学する。在学当初は初めて体験する仙台の冬の寒さや言葉の壁に悩みホームシックにもなったがアニメ番組を見て日本語を勉強するなどし1年後には 日本語の日常会話を流暢にこなすようになった。ケニアでは1日30分しか練習していなかった。ワンジルにとって最初の1年間は仙台育英高校での練習が非常にきつく感じたと後にごている。高校生当時は渡辺隆尾監督指導のもと、駅伝やクロスカントリーに力を入れ、 千葉国際クロスカントリー大会を2度、福岡国際クロスカントリー大会を3度制し、全国高等学校駅伝競争大会では3年、連続区間賞の改装を見せ、同じケニアからの留学生、メクボジョブモグスラに勝つなど、仙台育英高校の黄金時代に貢献した。しかし、1平方キロメートル分45秒のペースで2キロメートルを走るロード用のペース練習にこだわったあまり、 スピード練習が不足していたワンジルは、高校総体5000メートルでは1年次3位、2年次2位、3年次3位に終わり、栄冠には届かなかった。3年次には、同競技で日本人選手の佐藤祐樹にも先着を許している。そのため自分には、スピードの才能がないと誤解したワンジルは、早期のマラン転向を志すようになる。とはいえワンジルの高校3年生当時の、 自己ベスト記録5000メートル13分38秒98、1万メートル28分00秒14は、いずれも日本高校記録を上回っている。高校卒業後は、複数の実業団から誘いを受け、バルセロナ五輪男子マラソン銀メダリストも立した、広数が監督を務めるトヨタ自動車九州に、マラソンランナーを目指して入社。 同社では、人事総務部総務室に所属し、トレーニングを積んだ。入社直後2005年4月の兵庫リレーカーニバル1万メートルで27分32秒43。翌週の小田道を記念国際陸上競技大会5000メートルで13分12秒40と、自己ベストを立て続きに記録した。これにより、早期のマラソン転候は棚上げし、より短い距離での練習を積む。 結果はすぐに現れ、同年7月の仙台国際ハーフマラソンで59分43秒、当時世界歴代位で優勝。続く8月ベルギーのブリュッセルグランプリリーグ1万メートルで26分41秒75のジュニア世界新記録。さらに9月オランダのロッテルダムハーフマラソンでも59分16秒の世界新記録を期した。2006年1月。 ハイレ・ゲブレセラ・シェによって、ハーフマラソン世界記録が58分55秒に更新されるが、ワンジルは2007年2月に、アラブ首長国連邦のラスアルハイマハーフマラソンで58分53秒のタムを出し、ゲブレセラ・シェの記録を上回る。しかしこのレースでは、エポテストが実施されなかったため記録は、公認されなかった。二千七年三月、オランダのハーグで行われた、 ハーフマラソンで58分33秒の世界新記録を受立し世界記録保持者に返り咲いた。満を持たして2007年12月2日に行われた福岡国際マラソンに出場し、初マラソン初優勝大会新記録の成績を残し、ハーフマラソン世界記録保持者としての実力を見せつけた。なお、この時のタイムは2時間6分39秒で、 当時の藤田厚氏が持っていた大会記録を12秒上回った。2008年4月13日に行われたロンドンマラソンで優勝したマーティン・デルに次2位でゴール世界歴代5位当時の2時間5分24秒を記録した。2008年7月ケニアから日本の弁護士を通じてトヨタ自動車九州に退職届を提出、退社につき 同社に所属していれば、駅伝を走らなくてはいけない。今後は自分で考えてマラソンをやりたいと思いますと述べた。日本人は練習しすぎて疲れちゃってる。自分は練習量を少なくしてもらってきたとも述べ、日本のマラソン界は駅伝とオーバートレーニングにより逆に遅くなったり、故障が増えていると指摘した。また、日本実業団陸上競技連合の登録規定により、 外国人選手は180日以上日本に滞在する必要があり、この規定が海外の大会への参加に支障を来たすと指摘。2008年8月24日に行われた北京オリンピック男子マラソンでは、レースシューズをケニアに忘れてしまったため、急遽練習シューズを履いて臨んだにもかかわらず、2時間6分32秒という、逸話新記録で優勝を果たした。 ケニア勢初のマラソン金メダリストとなり、また、21歳9ヶ月での金メダル獲得は、男子マラソンでは1932年、ロサンゼルスオリンピックでのファイコール、カルロス・サバラ、20歳10ヶ月に次ぐ、史上2番目の若さである。閉会式で IOC のジャック・ロゲ会長から、金メダルを受け取った。閉会式実況の内山敏アナウンサーは、 当時が生み出したオリンピックの金メダリストと評した。レース終了後、日本のプレスインタビューに流暢な日本語で応じ、日本への感謝の気持ちを述べた。また、その際、日本で学んだことはという質問に、我慢、我慢と答えている。オリンピック閉会後は、一旦ケニアに戻り、ムワイキバキ大統領と会談。9月に日本に戻り、11月11日に、 明治聖火と1年間のスポンサー契約を結んだ2009年11月30日契約終了所属名は同社のブランドザバスであった北京五輪のメダリスト3人が顔を揃えた2009年のロンドンマラソンでは 25km まで世界記録を上回るハイペースで集団が進む中 28km 地点と3 2 k m キロ地点で スパートをかけて他の選手を振りり、大会記録を5秒更新する世界歴代7位の2時間5分10秒で優勝した。また10月のシカゴマラソンでも気温マイナス1度の悪条件の中、2時間5分41秒の大会新記録で優勝した。2010年シカゴマラソンは2時間6分24秒で2連覇を果たした。月のロンドンマラソン優勝のガエケベデ ゴール手前で振り切って、ロンドンの雪辱を果たした。だが、2008年に、逸話優勝の報奨金を狙った強盗に襲われた。また、2010年には妻を銃で脅迫したとして、妻に告訴された。さらに2011年1月には、交通事故で軽傷を負うなど、いくつかトラブルに見舞われている。2011年5月15日。 ケニアの自宅バルコニーから転落して死亡したことが報じられた。葬儀は数千人が参列する国葬級の規模で営まれ、実家近くの家族の農場に埋葬された。ケニア警察の捜査結果では死亡原因を偶発的に転落した事故死と断定しているものの、検視を行った病理学者によると後頭部に転落の傷ではない強力なオダコンが見られたため、他殺も疑われた。 しかし、2016年現在、死因は特定されていない。太字は、自己ベスト、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。